。さあここがネットパラスの北川から、ここでボールが出る、杉本健佑逆サイド、山中代表デビューから終了、代表デビュー戦でなんとなんと開始2分いかない時間帯に先制ゴールが生まれました。山中亮介初招集、初先発、そして初ゴールです。いや、まあ、山中の良さっていうのが出たんじゃないですかね、ここで北川が頑張ってですね、うまくこう中央に預けて、そこで起点になりましたけれども、やっぱり山中の良さっていうのは左のこのシュート力なんですね、いいタイミングで上がってっていいところにボール来ましたから、彼のやっぱり一番得意とする形で思いっきり抜きましたよね、まあ、スピード、コース、まあ、素晴らしいシュートだったんじゃないですかね。一つ持ち味が福田さん出ましたね。そういうことですね、まあ、福田さんも言われてましたけど、やっぱチームの中でやること、それとやっぱり自分の持ってる良さを出すっていうのは今日の試合で非常に重要ですけど、そういう意味では山中自分の良さっていうのを出せたんじゃないですかね今ね。ファーストシュートが決まりました日本。どうなんですかね、最初ファースト